皆さんこんにちは、えー、いよいよ国会にですね働き方改革推進関連法案というのが登場しますあのテーマは大きく言うと3つあります1つが労働時間規制についてもう1つは均等均衡処遇についてで3点目がこれはあの年末に急に出てきたんですが雇用対策の基本この在り方についての見直しの法案ということになります、まあ、3つの大きなテーマに関わって 8つのね法案が同時に出てきますで、それを一括したものがこの関連法案働き方改革推進法案ということになりますまあ、重要なテーマについてついに法案が出てくるということで、まあ、中身は期待されている方もね結構いらっしゃると思うんですね、えー、ところがまあここからはまあ残念な話といいますか皆さんに怒っていただきたい話になります3点目ですけれども長、えー、時間労働を是正すると いうことで、まあ、今回労基法制定70年の歴史で初めて上限規制を法律でね設定するということですから、まあ、これはあの実は私たちもずっと求めてきたものです、えー、それが初めて実現するというのはまあ、それは画期的な前進と言っていいんですね。ところが、じゃあ何時間で設定するかとまあ、ここが大きな問題になります。で、今回それをまあ原則という形で法律に書き込むということになります。 ただあの原則っていった辺たりからちょっと怪しいというふうに思われる方多いと思いますあの例外がちゃんとあります。えー、繁忙の時に限っててはこれを超えていいよということで労働基準法にさらに上限を書き込んでしまうんですね、えー、それがまあ非常に長時間であります、えー、極めて忙しい月っていうのは必ずあるだろうとその時には月単月で100時間未満ですね100時間未満という上限を1ヶ月についてつけました。 さらにこの1ヶ月100時間を連続しちゃいけないということで時間外労働と休日労働を合算してならせば毎月80時間年間の12ヶ月通してねあの時間外をやってもいいというのが今回の法律の構えになっていますこれやりますと残業年間で960時間ということになりますま誰が見てもですねこれは過労死が発生してしまうラインだということですせっかくあの法律に初めての上限規制を つけたのに、まあそれが過労死を認めるようなものだと。あのご承知の通り、皆さん労働基準法にはもう最初の原則として第一条には、まあ、人たるに値する労働条件じゃないといけないと書いてあるんですが、まあ人がもう身体をね壊してしまうような条件を労働条件法で労働基準法に認めてしまうということになります。でこれはまず法律の中に法律を壊すまあどこを盛り込むようなものであって、これはいかがなものかというふうに私たちは。 考えています。もう一つはですね、あの最良的に働ける労働を広げようと、こういう提案がされています。えー、上限規制ではなく、まあ柔軟な働き方ということになります。一つはこれまあ、有名なので聞いたこともあると思いますが、高度プロフェッショナル制度と言われるやつですね。まずあの対象業務ですが、これは高度専門職と言われてますので、えー、ま業種もねいくつか挙げられてます。最後になどと置いてありまして。 などの中にいいろろるんですね新しく出てくる行動専門職も加えられるようにしようということでなどが入っていますその中にあなたが入らないとも限らないということですね。でもう一点はあの年収の制約をねかけようとあの審議の段階では1,075万円っていう切りのいいような悪いようなこういう数字が出されていますがあまり合理性のない基準とも言われています。 えー、休日休暇にかかって言うと、えー、今回いくつか新しい要件をね入れています。まあ一点目は年百四日、まあ四週四日以上の休日をまあ付与することは義務付けるということになっています。えー、加えてですね、もう一つ選択肢でいくつかの要件を付けるということも加えられています。一、えー、つはあの就業と修行の間のインターバル規制、二週間以上のバカンスを上げること。 時の時間外が80時間を超えたら健康診断しなさいと今4つの選択肢言いましたけどこれ全てフルスペックでやるんではなくてどれか1つ選べばいいということになりますそうなると使用者の多くは一番楽な健康診断を選ぶだろうと言われています年間104日の休日を挙げてあと80時間残業を超えたら健康診断しとけばいいやということになると どういうことになるかですね法律の建前上から言うとこの年間6264時間この労働が労働基準法上で合法とされるということになりますこれを合法だと見なせるようなものを作ってしまうというのはやっぱりこれも働かせ放題だと残業代ゼロで働かせ放題の法案だということを私たちはまあ主張してですねこれはあってはならないと言っています まずこれ推進している日本経団連は年収をもっと下げろという要求をもう何年もしています彼らの目標は年収400万まで高度プロフェッショナル制度を適用できるようにしなさいということですね年収400万というのは当然あの労働者の平均値ですからまあ労働者の半分平均クラス以上はもうこれからは労基法の労働時間規制は適用除外されちゃうという世界に連れていかれるということが狙われている。皆さんも対象にするるこことととを狙っているということは この危険な悪法の一つの怖さだと思いますこの一つは学業型裁量労働制です裁量労働制というのはあらかじめですね一定の労働時間働いたものとみなしてしまうみなし労働時間制ということになります仕事ができる人は早く帰れるからいいだとかね、まあ、そんなこと言われますが今実際に裁量労働を適用されている人たちの働き方を見るとこれは八時間労働制の下で働いている人よりも もう長時間労働となるという傾向が厚生労働省の資料でもはっきりわかっていますこれ法律上はですね、何時に来て何時までいなきゃいけませんということは指定はしてはいけないということになっているんですねところが現実には5時なんか仕事は終わらずに毎日11時間12時間労働しているんだとそれでいて残業代は払われないこれも本当は長時間労働が状態化していれば あらかじめ時間外労働分割増をつけてカウントして渡さなければいけないと法制度には書いてあるのに全く実行されてない方がたくさんいる4割の方はですねまあ残業未来の手当がないとこれ厚生労働省の調査でも答えています残業代ゼロで働かせ放題ということはこのやり方でも起きてしまうわけですねあのこちらの年収の要件これも入っていません業種について言うと今回あの営業職に広げたい 死者だとかそういうところでも少し企画業務に関わっているだとかそういう人でも盛り込まれてしまう可能性があるわけですねこれもまあ労働時間規制八時間労働の原則を崩すまとんでもない悪法だということです過労死促進まあ過労死を根絶するとあれだけ強調しながら、まあ、こういうものを平気で出してくるんだというあたりをぜひ皆さん注意をしていただきたいと思います、えー、続きましてあのー、これは特に非正規の方々に非常にまあ 期待を寄せられているドイツ労働ドイツ賃金法案というものがあります。えー、まずもう最初に言わなければいけないこと、これはですね、あの法案の中にドイツ労働ドイツ賃金という言葉は一言もありません。あの審議会でですね、これ審議会も結構山場ですよ。あの法案要護についていよいよまとめに入るかという前段のところで、あるあの公益の学者の方がでですね、えー、まあここまで議論してきたけど、そもそもドイツ労働ドイツ賃金を法律上どう規定するのかっていう質問したんですね。 そうしましたら事務方の方はですね「この同一労働同一賃金という言葉は政治用語であって法律案には登場しません」ともうスパッとこう言ってのけましたあれだけ国会でもいいもう街角でもいい選挙戦でも言った言葉は実は法律上ただの政治用語だともう宣伝の言葉にしかすぎないで法律上じゃあどんな言葉でやるのかというと均等待遇均衡待遇です。均等と,均衡というこ言葉は 今の法律にもあるということは今差別格差がこう蔓延している状態これ誰ももうこの格差の状態を救ってない今の法律と同じものをもうちょっと手直ししていくあるいは対象を拡充していくとこういう話に過ぎないということが分かったと思います。問題点はですねあのこうでですヨーロッパであればば例え正正規規のの方方と非正規の方が 同じ職務同じ責任で同じ仕事をしていればこれやっぱり同一の待遇をしないといけない処遇をしないといけないということになってますが日本はそれは第一の考慮要素だというふうに言った上で他にも考慮要素があると言っちゃうんですね正社員の方には将来元幹部に出世していくという可能性もあるしその過程でいろんなところをこう配置も転換するそれから職務の内容も高度化する責任も重くなるこういう将来性があるから 今は同じ責任と同じ仕事をしていても正社員の方を高く賃金払ってもそれでいいんだという理屈を、まあ、使用者の方が言うわけですね。でこれを実は法律上認めてます。あの実際にその人が本当にねあの出世していくだとかいろんな広域配点されるとかこれは関係ないです。今の時点で可能性を見込めばもう,もう差を認めてしまうというのが今の日本のですね均等待遇均衡待遇規定の大問題だということです。 同一労働同一賃金ではなくて同一労働でも格差を容認する法案じゃないのというふうに皆さんにはむしろ理解をいただきたいと思います <music> 法案の中にいくつかあの使えそうなところもあると言われていますこれはあの法律案自体ではなくて運用にあたっての指針ガイドラインですねこの中に 一時金だとかさまざまな手当、まあ、今通勤手当ももらえないでね働くっていうこういう差別もありますし経長級化も正社員にあるけど非正規にはないといこんなひどい差別的、まあ、これはもう人権侵害と言っていいと思います、まあ、こんなこともありますがこういうものについてはやはり同じように偶、えー、するべきだとこういうこともガイドラインに書いてありますので、えー、我々あの労働組合としては使えるものもあるというふうに考えています。ただこののの一部の使えるるものがある と同時にじゃあ賃金の均等についてはあ今まで通り差別容認で加えてさっき言った高度プロフェッショナル制度だとか労働時間についてはむしろ破壊の法案があるわけですねこれが全部セットでバラバラでは採択させないっていうのがまあ安倍政権のやり方なんですね、えー、少しはあの私たちが欲しいものを盛り込む片方で財界が喉から手が出るほど欲しがってるまあ労働時間法制の破壊に関わる毒をセットでえやるとまあ あのいらないものを売りつけるというの、なんセット販売商法みたいなもんですが、これはあ今回の法案の構えになってます。えー、もう一点、あの雇用対策法について説明をしたいと思います。あの雇用対策法と言いますと、まあ、国の職業安定行政、えー、に関わっていますと、まあ、重要なのは皆さんご承知の通り、まあ、ハローワークということになります。えー、求人者、求職者についてですね、まあ、ここがあのちゃんとバランスが取れる、均衡が取れるということを 今の法律ではあ目標にしてます。え今回ですね、その需給調整機能についての目的というものを雇用対策法からバッサリと削ってしまうんですね。あの労働生産性の向上というものを新しく目的に加えるというんですね。労働生産性が上がることのために何ができるかを国が考えるというふうに雇用対策法をこう変換してしまうんですね。もうここがとても大きなポイントになります。で加えてそれをやる過程の中で。 あの働きかける対象も雇用対策から変えていくこれ労働施策って言い言方にします雇用を労働に変えることで何が違うかというと雇用労働者だけではなくて雇用されない働き方をする人たちも含めて多様な就労だというふうな見なし方をしてそれを普及すると目的に書くんですね雇用されない働き方のポイントこれも皆さんもピンとくると思いますけれども労働法の労働者保護法制を全く受けないと。 負い業務委託でで働く、まあ、フリーランスの方々です仮に労働者と同じ仕事をしていてももっと厳しく買い叩かれたり、えー、納期を厳しくされたり、えー、長時間働いてももう時間外の割増なんかもつかないわけですねで何か体を壊しても自己責任と。である時契約解除という形でこれは解雇の争いにはならないということなんで簡単に切られてしまう。でこれだけ問題のある働き方を雇用と連続的にね 増やしていこうとこういうことをですねそれ以外のところは実は法案の中には出てこないんですが実際今審議会でどんどん進めようとしていることがありますそれはテレワークでですすととか副業兼業兼を推進していくといくう流れですあの会社にはもう来なくて自宅でも作業ができるよあるいはサテライトオフィスでもあるいは通勤電車の中でも仕事ができるよ自由な働き方をするんだ場所を縛らないんだ。 同時にもう会社から離れて納期までに一定の成果を上げるっていうんだから労働時間管理しなくてもいいねとみなし労働時間でやりましょうこれを広げようとする手立てとしてこの手垂れを使いつつなおかつですねその会社の仕事を簡単にこなせるぐらいの人であればいろんなよその会社の仕事もしたくなるでしょうと副業兼業を認め,てはも認めてはどうかというふうにも書いてます。今後はです、ね、労働者がが雇用されながらももうよよそのの会社の仕事もできるよと いうことを認めてけというのが新しい流れになっています。あの人がいろんな会社とつながるときのプラットフォーマーと言います。職業仲介事業で利益を上げている。まあ、人材ビジネスの皆さんがですね、これでこれを新しいあのビジネス拡大の突破口としようとしているんですね。経団連の代表はこう言いました。長時間労働を是正していくということ。本業ですら長時間でそこを短くすることが今の課題なのに、本業を終えた後に副業兼業をどんどん推進する。 これではもう健康被害生じるでしょう。と、そんなことを逆行するんじゃないですか。っていう話をね。審議会でしてましたが、あの官邸はもう過労死防止と言いながらも、副業兼業を広げていろんなところで働き回るということを推進しています。これはもうまさに人材ビジネスのま利益に沿った。まあ、政策を労働政策を推進しているとま言わざるを得ないです。今回の法案の背景には、そのうち特定の会社に雇われるということをなくして。 請負いで同時にいろんな会社とお付き合いしながらやっていきましょうねこういうことが構想されているというのをぜひ皆さん知っていただきたいと思います働き方の未来2035という報告書がありますこれはの厚生労働省でまとめられたものですが2035年になればですねこれは正社員が亡くなるですとかそもそも人々が対等な形で企業と契約をするでいろんな会社とお付き合いする。 それにあたってはもう労働法でではななくて民法の世界で起立されるべきだとこんな話が出てきます労働法があったとしても対象がいないみたいな、まあ、それが20年後の社会だというような我々からするとテクノロジーを進んでいるのに労働者だけ労働者保護法制だけはもう18世紀に先祖返りするようなこんな話が描かれています働き方改革、まあ、言葉この言葉には期待する向きも多いと思いますが狙われる方向について是非皆さん この危険性をですね知っていただきたいえそしてこうじゃないでしょうと我々が求めているのは労働者保護法成の強化でしょうとヨーロッパ等と比べても明らかにその水準が低い規制が弱いま日本のあり方をどう強めてグローバル水準にしていくかというのが私たちの目標だということですえこれにあたって今回の署名ですね過労死と職場における差別の根絶を求める請願署名ですが これをもう人々に広げたいと思ってますぜひ中身を勉強して署名を広げる賛同を広げることにご協力いただきたいと思いますありがとうございました